リニア中央新幹線のトンネル掘削工事が行われている瑞浪市大久手町では井戸やため池など合わせて14カ所で水位の低下が確認されています。 JR 東海は盆地の手前まで掘り進めた上で工事を一時中断し、地質の状況を詳しく調べるボーリング調査を行う方針を示していましたが、点検のため17日から中断していた工事を再開せず、来月にもボーリング調査を行うと発表しました。またこの工事をめぐっては2月中旬にトンネルで湧水が確認されていて、今も出続けている湧水を減少させるために JR 東海は昨日から薬液を注入する工事を始めています。